ウィリー・プクナー・ビリー・プフナーは、オーストリア出身の写真家、アーティスト、素描家、作家。ニーダー・エースター・ライヒシュー・ミステルバッハ生まれ。ビリー・プフナーは、ニーダー・エースター・ライヒシュー・ミステルバッハ・アンデアザイアで、写真家夫婦の息子として生まれる。1967年から1974年まで、ウィーンの高等グラフィック専門学校の写真家で学び、 その後、2年間同校の教師として従事。1978年より、フリーランスの写真家、素描家、アーティスト、作家として活動。1983年から1988年まで、大学で哲学、ジャーナリズム、歴史及び社会学を学ぶ。1988年には、社会哲学論文、プライベートフォトグラフィーについてで、修士号取得。 1989年より定期的にウィーン新聞で10時、プフナーはペンギンの同型のプロジェクトで知られるようになった。彼はポリエステル製のペンギンのカップルであるジョー・サリーをおともに4年間彼の私たちの憧れの町々を訪れた。海、砂漠、ニューヨーク、シドニー、北京、パリ、ベニス、東京、ホノルル、カイロを訪れると、 そこの写真を残していった。ペンギンの目を通すと、一見見慣れた、何度も写真で見ている景色も、また違って、新鮮に映る。フレディー・ランガーは、このプロジェクトについて、フランクフルター・アルゲマイネシにこう書いている。有名な観光地の前で、あたかもバカンス中華のようにして、このカップルにポーズを撮らせ、写真を撮っている。このようにして、 彼は20世紀で最も美しい旅行アルバムを作成した。ペンギンカップル、ジョーとサリーの世界万有記。彼が素描し、手書きした素材ブックは、自然の日記及び、絵に描いた旅心として出版され、たゆみなき世界測量は、おそらく地球の経緯体系の中で彼自身の場所を見つけたいという願望として続いている。プフナーは、老人のテーマを多く扱い、 そこから生まれたプロジェクトとして、90歳代、年寄りとの会話、100歳代、人生の話と、写真、高齢者の愛などがある。エクストラブロット、カンクレイト、メア、スターン、ジオ、ライフ、コリエーレデラセラ、マルコポーロ、ニーベルサム、フォルター、ウィーンザイトングなど。ありがとうございます。